Vamos y fútbol.第一で一番大事なのは相手に余裕を見せることだと自分は思っています。やっぱり余裕のなさっていうのは上手い相手だと顔に出てしまうので、積極的に動きやフェイントなどを入れて仕掛けるだけでなく、顔にも多少の笑みだったり余裕を見せていくことで心理戦の駆け引きにも勝っていけるのかなと思います。
マモティフットボール。